ありまして、ここからの TBS ラジオは生活は踊る、パーソナリティはコラムニストのジェンス、そして火曜日のパートナーはこんにちは、 TBS アナウンサー杉山真也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。朝から暑いでございますですね。気温上がってますね。昨日より少し涼しいとはいえ28度、うん、まあ30度今日も行くでしょうという感じなんですけれども、昨日の夜は雷がすごかったんですってね。私あの雷で起きましたよ、音で。私なんで何も気がつかなかったんだろう。12時半ぐらいでしょ、夜中の、はい、夜中。私ね、寝る準備をしてた時間なんですよ。あ、起きてたんですね。そうです。で、あの雨の音は聞こえてきたんです。パチ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 って言って、はい、なんでだろうっていうぐらい雷の音が聞こえなかったのと、光もすごかったって聞いたんですけど、はい、カーテンも開けてたので、なんかうちの方角だけ音が聞こえなかったんですなんかあのね、こういう時やっぱすごい寂しい気持ちになりますね。あら、あのなんて言うんですか、みんなと一緒の気持ちが味わえないみたいな。で友達と LINE してたんですけど、その子も何とも言ってなくて、我々二人のとこだけ雷が鳴らなかったのその LINE してた相手は割と近いところに住んでるんですか。そうです、そうですか。まあ、あの新宿区にお住まいの方で、はい、だからそんなどっちも聞こえないってことないと思うんですけど、何なんでしょうね。うちはもう光ってなって、すごかったんでしょ、うん、うわーってもう迫力があるぐらいの雷と雨の降り方でしたよ、うん、ねえ、なんかそういうなんかほら、なんとか流星群とか、あの大きな月とかそれとはちょっと違いますけど、自然現象があってた時に、なんかこう今日は風が強かったねとか、うん、お日様が強かったですねとかっていうのが体感できるのって、人と気持ちを共有するっていう意味でのツールとしては実はすごい有効なんだなと思って、はい、よくほらお天気の話を最初にするっていうのもあるじゃないですか、うん、知らない人とちょっと距離を縮めたりするのに、でそういうのが体感できるのも実は、まあ、幸せとまでは言わないですけど、うん、楽しみというか活性剤の一つなんだなと思いながら、どんな雷だったのかなよかったですね、今日エレベーターとかで天気の話題振られなくて。もう私だけしょぼんとするとこでしたよ。スーさんお久しぶりです、昨日雷すごかったですね。そうらしいですね大きな事故とかがなく、災害がなくて、その雷に関しては良かったですけど、ええ、でもなんかなんだろうね、あの海外に暮らしてる人とかも、うん、例えばあの日本で何かみんなが雨降ってきたねとか、そうだねなんてグループラインとかをやってるとして、自分とこだけ海外だから降ってなかったりすると寂しかったりするんだろうなとね、思ったりとか。確かに、うん、そう、え、海外にいたわけじゃないですよね東京にいました東京いたんですね東京でも本当おかしいんだよね、だって雷って絶対聞こえるし見えるじゃん。そうですよ、結構しかも遠くでも、そうで雨の音は聞こえたのよ、はい、で全てがおかしいのよ。窓開けてたし、そう、まあ、カーテン開けてたし、カーテン開けてた、なんでだろうと思ってね。周り工事やってるとか、騒音がすごい。夜中ですよ。夜中。爆音の音楽かけてたとか。ない。ない。イヤホンしてた。だって雨の音が聞こえたっちゅうの。ミステリーだわ。来たなと思ってたんだけどね。そんな不思議な夜を超えての今日でございます。よろしくお願いします。なりました。皆様ごきげんよう、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、聞けば人生がバラ色になるかもしれませんよ。配信は毎週日曜日と水曜日、聞いてね、ぜひ。でんでん、時刻は11時14分になりました。ジェイス生活は踊る。さあ、今日の生活情報は？自動調理鍋お試し企画第2弾。自動調理鍋ですよ、はい、今回いっぱいあるよね。そうなんですよ、材料調味料を入れてボタンを押せば料理ができちゃうというのが自動調理鍋ですね、はい、家電量販店に行くと本当たくさんあって、で機能もかなりたくさんあるんで、うん、どれがいいか選ぶのが難しいんですよね、うん、そんな自動調理鍋を機能や使い勝手、レシピの充実度など、私杉山が皆さんの代わりに試してお伝えしております、はい、
今回第2弾でございます。前回のおさらいです。自動調理鍋大きく2つに区分されていまして、得意料理が違うんですね。一つがシャープのヘルシオホットクックなど、圧力をかけずに自動でかき混ぜるタイプのもの。チャーハンとかポテトサラダ、カレーなんかが得意です。二つ目が電気圧力鍋。電気の力で圧力をかけて煮込むなどの調理時間を短縮するもの。豚の角煮とか筑前煮とか、イワシを骨まで柔らかく煮たりするのが得意です。2015年にホットクックというものができて、各メーカーが発売して商品の種類がどんどん増えていったということなんですが、やっぱり家族の人数とか自分の作る料理に合わせて選びたいところですね。この基礎知識をもとに、お値段が1から3万円ぐらい、一人暮らしでも使いやすいコンパクトなものという条件で、様々な自動調理鍋を試しています。前回はティファールのラクラクッカープラスコンパクト電気圧力鍋を試しました。これもね、本当機能がたくさんあって、はい、どれも美味しく、豚の角煮なんかご紹介しました、うん、美味しかった。そして今回試したのがこちらです。シロカ電気圧力鍋おうちシェフプロ。あ、白い、あの白物家電というか、なんかあの、はい、うーん、ちょっと大きくはない、なんて言ったらいいんだろうな、これ家族2人か3人家族用の、ええ、炊飯器みたいな感じですね、大きさはね。そうですね、うん、ティファールの方がね、もう一回りぐらいやっぱり大きくて、確かに結構ね重かったんですよ。でシロカももちろんあの炊飯器よりは大きいかなっていう感じはありますけれども、うんうん、それこそ台所に置いといてもそんなに邪魔にはならないね、これなっていう感じですよね。だいたいね、これが1人から3人分ぐらいのコンパクトタイプで、うんうん、狭いキッチンでも置きやすいです。ちなみに大きいタイプのものもありますが、今回は小さいタイプのものです、はい。シロカの自動調理鍋おうちシェフプロ、おうちシェフシリーズの発売が2021年9月、でこちらがその最新機種ですね。特徴は業界最高クラスの最高95キロパスカルの高い圧力です。圧力の調理後に自動で排気減圧をする機能があります、うん、従来の自然減圧と比べて調理時間がかなり短縮されています。で83種類のオートメニューなんかがあって、材料を入れて数字を指定するだけでもう適正の時間で圧力かけてくれる。楽だね。楽ですからボタンもですね、結構少ないんですよ。本当だ、こっちは本当だ。マニュアルとオートを選んで、もうオートって押しますと、あとは上ボタン下ボタンで、例えば豚の角煮だったら2番ですって言ったらピッピって2番押してスタート押せば OK。何も考えなくていいですね。そうなんです、うん、でティファールにはなかったこのね、時短っていうのがついてるんですよ。ほう、これはどういう時短ができるんですか。つまり圧力をかけてる時間を短縮できるんで、うんうん、今回ご紹介するのはスープなんですけど、はい、通常46分なんですけど、時短にするとだいたい32分ぐらいになりました。ということで、まず最初にご紹介するおうちシェフプロのレシピ、玉ねぎ丸ごとスープでございます。ではスーさんに早速召し上がっていただこうと思っております、はい、あ、すごい、玉ねぎ丸々1個入ってる、はい、贅沢。入ってるものはもう玉ねぎと人参とベーコン、うん、でコンソメベースのスープになってまして、はい、時短でやって32分ぐらいですね、うん、もうこれ玉ねぎ丸ごとボンって入れて洗って、はい、皮も剥いて、うん、あとベーコンと人参入れるだけ？あ、そうです、そうです、もうそれだけです。うわ、すごいふわっと。玉ねぎの火の入れとかもどうでしょうね、うん、あ、超あのトロトロっていうところまではいってないですけど、うん、でも柔らかくて美味しそう。よし、これでいきますかな。今玉ねぎをまずね、ちょっとスープからいくわ、ね、はい、あ、いいお味。ちゃんとコンソメだけじゃないこの玉ねぎの味が出てますよ。出てます、うん、作り方としては人参だいたい4等分ぐらい、はい、ベーコン1センチぐらいの幅に切ってます、うんうん、であとは水コンソメローリエを入れて、はい、玉ねぎ入れて人参入れて切ったベーコン入れて塩コショウとあとパセリと。うん、美味しい。玉ねぎ柔らかくなってますか。なってる。美味しいよ。うん、うん、結構ね玉ねぎが大きかったんで、うんうん、ちょっと本当だったらもう少し小さめの玉ねぎのがいいかなとは思ったんですけど、中まで火がちゃんと通ってるし、
あのトロトロの手前ぐらいで私はこれぐらいの方が好きですね。よかった、グズグズするより。あ、美味しいね。もう本当に、うんうん、玉ねぎはあの皮むいてボンって入れて、人参、うん、適当に切ってピッピッピとやれば丸ごと1個。そうなんですよね。スープの味もすごくいい。よかったです。あー、美味しいです。ありがとうございます。いえいえ、やっぱり野菜をね丸ごと使うことができるっていうのも圧力鍋の利点の一つですよね、うん、で確かにあの中が一回かけちゃうと見られないので、どれぐらい火入ってるのかなってちょっと心配になるんですけど、うんうん、全部やってくれますから。そういう方だけがちょっと不安だね。そうなんですよ。なんつうの、大丈夫かしら。そろそろでも大丈夫なんだよね。大丈夫。開けちゃいけないんだよ。そうね。分かった。逆に開けない方がいいっていうね。分かった。そこだけが自信ないけど、ね。そこだけ心配なんですけど。で、玉ねぎ丸ごと使った人参、ベーコン、コンソメなどの調味料を入れた煮込んだだけのスープ、こちらもおすすめでございます。そしてもう一つ、私これまで全く作ろうとも思ったことがなかった、うん、家での茶碗蒸し。ああ、まあ、一人暮らしで作る気になんないよね。うん、ちょっとね、やっぱり外では食べたことあるんですが、茶碗蒸しをちょっと作ってみました。はい、まあ、作ってみたというか分量入れて作ってもらいましたという感じですけど。これは何分ぐらいできるんですか？これはね、15分。ね、あ、酢も入ってないし。これね、私もまだね、できたばっかりで味見してないんですよ。ね、すごいよ。どう？ほら、お店のみたい、滑らかで。あ、滑らかですね。あ、柔らかい。美味しい。あ、これすごいわ。あ、これ美味しいね。これ美味しいね。うん。ちょっとお醤油もうちょっと抑えてもよかったかもしれないけど、うんうん、でも、美味しいわ。ちょっと生地が茶色いもんね。でも、とにかく滑らかです。うん、あの、通常の蒸し器でやると、酢が入っちゃうんですよ。硬くなったり。うん、そういうのが一切ね。あ、椎茸柔らか。うん。下にね、エビ入れてます。どっか探してください。すぐ食べた。最初にエビハンターした。エビハンターした。うん、エビ。美味しいね、これ。うん。美味しいね。美味しいね。うん。これ、15分で食べれるの、いいね。いいね。うん。この茶碗蒸しはですね、はい、基本的にはあの、圧力をかける前は通常の茶碗蒸しと作り方は同じなんですけど、はい、椎茸を大体2等分ぐらいにして、卵を溶きほぐして、うん、だし汁、醤油、みりん、塩を混ぜ合わせて、こして滑らかにします。うん、あとは、むきエビとか、椎茸なんかを入れて、はい、先ほど作っただし汁なんかの素を流し込んで蓋をして圧力をかけると。おいしいよ、うん、いいねいいね。これはいいよ。やっぱり茶碗蒸し通常の蒸し方だと30分ぐらいかかるんですよ ね。 そうですよね、うん、で火加減とか蒸し加減難しい難しい。ただこれはもう火加減蒸し加減圧力のかけ方全部やってくれます。何がいいって、うん、夏の暑い時期に茶碗蒸しっていいですね。あったかくてお腹が温まるでしょ、うん、ね、本当に冷たいものばっかり飲んでるからだし、ね、うん、これ白かなんですけど、電気圧力鍋おうちシェフプロ、価格が公式オンラインストアで購入すると税込み17,980円。これこの前ご紹介したティファールが価格が税込み28,000円で、うん、実勢価格2万円弱ということですので、そこよりも値段が抑えられて、うん、今回比べてみたんですけど、やっぱりあの機能は白かの方がよりシンプル、シンプル、うん、で、あの機能としてはティファールより少ないですけど、うん、まあ、シンプルな分分かりやすいというところがあります、うん、へ、番組調べでは家電量販店ネットストアでも同じような値段で売っておりました。一人で使うとしたらね、これぐらいでもいいかもしれませんし、だってもう片っ端からさ、そのレシピ見せてて、はい、どうぞ、本がついてるわけでしょ。本ついてます。もうこれ片っ端からやってきゃいいんだもん。そうなの。ポトフ作って、ブリ大根作って、ゆで卵と温泉卵作って、もつ煮込み、肉じゃが作って、煮込みハンバーグ作って、ポン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 って片っ端からやっていけばいいんでしょ。いいんですよ、楽だね。しかもこのオートというボタンが本体についてますけど、うん、オートメニューはもう番号が対応してて、添付されているレシピとね、対応してるんです。楽ちん。そう、だから例えば玉ねぎのスープだったら野菜豆部門の1番ってすると、もう勝手に46分圧力をかけてくれると。あと黒豆を煮たりとか金時豆を煮たりとかもできるのがいいね。いいですよね、うん、いいね。ありがとうございます。美味しかった。はい、こちらシロカの自動調理鍋おうちシェフプロでございました。杉山信也からの生活情報でした。
刻は12時 TBS ラジオジェーンスー生活は踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。さあここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。今日は通算2318件目のお悩みです。匿名希望の方です。20代後半の女性からの相談です。スーさん、杉山さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ちょっと私事ではあるんですが、どうしてもへこんでしまったことがあるので相談させてください。いいですよ、ここは私事送ってくるとこですからね。当方20代後半女、付き合って半年ほどの彼氏から端的に言うと服装がダサいと言われました。なので靴や服を一緒に買いに行くことに。私は服やおしゃれに全くと言っていいほど頓着がないです。仕事もラフな格好で大丈夫なので T シャツで行ったりしていて、それが楽です。一方彼は逆で服を買うのが大好き、いつも人の服を気にしながら歩いているそうです。多分付き合った当初は私が無理やり頑張っていたので大丈夫だったんですが、だんだんいつも通りに戻ってきて、彼にとっては変なスポーツシューズにスカートを履いたりと目に余ってきたんだと思います。言われた時は彼に申し訳なく、恥ずかしい思いをさせちゃってたのかと涙が出るくらい悲しかったのですが、反面それを言われたところでどうしようもないほど服に興味がありません。服って見てるうちにセンスとか磨かれるから的なことを言われたことがありますが、向上心の種自体が心のどこを探してもないんです。彼が悩む10年以上前から自分の方が無頓着なことに悩んでるしなぁとも思います。結局私の服を選んでもらうことで話は帰結したんですが、内心ショックが収まりません。これってどう解決したらいいんでしょうか。気持ちの持っていき方がわからないし、もう別れるしかないかなと思い始めました。だって買い物に行くときにも内心恥ずかしいなと思われていると分かっていて、一緒に歩くのはきつくないですか。それがこの先ずっと続くのも、一生恋愛しないで生きてこうかなというマインドになりつつあります。自業自得とは思うんですが、なんか生理的にいろいろ嫌でご相談させていただきました。アドバイスなどいただけますと幸いです。よろしくお願いします。はい、この番組にもこのコーナーで夫の服の趣味をちょっと変えさせたいとか、うん、そういう話は来たことありますよね。ありましたね。そうで、まあ今回は言われた方の方からということで、20代後半付き合って半年の彼氏から、まあ端的に言うとって書いてあるんで、実際にどういう言葉遣いをされたのかはわからないですけど、まあ大意としては服がダサい、変えてくれってことですよね、ええっていうふうに言われたらすごく傷つくとは思います。確かに。で別れるしかないかなって思う気持ちもわからないでもない。ただ一生恋愛しないで生きていくからちょっと行き過ぎかなと思うんで、そこからちょっと帰ってこようかっていうあたりから話を始めたいんですけど、はい、杉山さんも分かると思うんですが、やっぱり今考えてることとあの当時20代後半の自分が考えてること、もしくは判断することって、うん、結構変わってることもありますよね。いっぱいあると思います、うん、服とかも確かにそうですし、うんうん、髪型とかもそう言われればそうかもしれませんね、うん。今例えば私が付き合ってる人に服ダサいって言われたら、そうなんだよ、ちょ買ってきて買ってきてどういうの映画見つかってきて見つかってきてだと思うんですよ、でもこれ20代後半の時に同じことを言われたら、多分見た目で人を判断するのかとか、うん、あと私のなんだろうな、容姿に問題があるからなんじゃないかとか、うん、そりゃおしゃれになりたいけどセンスがないんだからコンプレックスを刺激されたとか、うん、あとはなんだろうな、お金がないとか、もうそれを相手のその一言を断罪する理由はもう5万と思ってたと思うんですよね、うん。でも今は例えばちょっと服ダサいんじゃないのって、私失礼だなって言いながらも
じゃ買いに行こうよとか買ってよとか、うん、だからできると思うんですよ、でなんでできんのかなと思ったらやっぱりそれ自体がそんなにもう自分の価値っていうのを毀損しないっていうのが経験として分かってるっていうことと、あと人の言うことちょいちょい聞いといてた方がうまくいくこともあるっていうのも経験値で知ってる結局お母さんの言うことが全部正しかったみたいな時あるじゃないですか。確かにお腹出して寝ないみたいなね、こともあるじゃないですか。ああ、あの時反発はしたけど意外と人の言うこと聞いといた方が良かったなとか、そこを誇示するところで何らかのアイデンティティっていうのが保たれてその後の自分を守ったみたいなことがないとは言わないけど、まあ全部そうだったとも言えないなとか、あるじゃないですか、はい、ただご自身がもともと自分が服に無頓着なことに悩んでると書いてあるわけですよ。そうですね、もう10年以上前から。そうそうそう、ただ無頓着だけど向上心はないと、つまりコンプレックスみたいなものは感じてるけどそれを克服する気はないっていうことじゃないですか、これマジでどうにかした方がいいと思うの。ただあ、このそれの点に関してはそう、これ本当に年取れば取ることできなくなるんですよ、コンプレックスに感じていることがあって自分と周りを比較して自分に低い点数をつけるがそれを克服する気はないっていうのって結局うまくいかなかったらどうしようとか、まあそもそもだって本当に興味なかったらさ、そんなに服のセンスが悪いこととか服の興味がないことに対して悩んだりしないから。確かにそうですね。そうそう、でそれ自体が自分の価値を下げてると思ってるんですよ自分で。そう思ってなければ別にそんなに気にならないからさ。ってなるとそれをなるべく早い時期に克服というか、まあ何でもそうなんですけどちっちゃい成功体験を積み重ねていくしかないじゃん、コンプレックスに感じてることに関しては。でそれをやっていかないと結構もう例えば今40でしょ過ぎちゃん。そうですね、こっからやるのって結構大変じゃないですか。確かに私50だけど、私もこっからそれやるのって遅くはないけど、結構大変だと思う、若い時の方が楽だと思うんで、まあ、単純にこの男と一生一緒いるかどうか分からんじゃん、だしなんか例えばね服装がダサいっていうことでお前はダメだなとか、それによって匿名希望のこの相談者さんをコントロールしようとしてきたりとか、下に見ることであんた私に安心してるねとかっていうことだったらやすぐ別れろって話なんだけど、まあ、一緒に服買いに行くみたいなことになったんだったら、まあ一回レクリエーションとして行ってみるのも手は手かもよとは思う、であとそのうちそのなんだろう服に興味がないことと思ってたのが実は違う、私変な格好と世の中で言われるものが好きなんだとか、あといや服に興味がないんじゃなくて私着心地がいいものしか着たくないんだとか、自分の洋服に対する認識っていうのももう少し輪郭がはっきりしてくると思うんですよね。そうですね、でもし本当に頓着がない、人に何か言われたりしないのが一番ってなるんだったら、多分似合うって世の中の人が言うのはこの格好なんだからこの服ずっと買ってりゃいいや、目つぶってクローゼット開けてもどれか組み合わせてきてもバッチリ決まるようなものだけにすればいい、もっとどんどん記号化していけばいいわけだから、どっちにしろはなんかその彼にこんな思いをさせてるのではとかっていうのとは別の視点で一回行ってみるのは手だと思うんですけどね、で一回やってみて、いやこんなお金たくさん使いたくないなとかさ、いやこれもしかして楽しいかもとか、一回自分のさリトマス紙みたいにしてそれに当ててみることで反応が分かることってあるじゃないですか、はい、20代後半の時に私はそうは思えなかったけど、今の自分が20代後半の自分でこういうことをもし悩んでるとしたらそうやって答えるかな。全部ね話がごちゃごちゃになってるんですよ。彼がおしゃれで服が好きで自分はそうでもないでね、付き合ってるわけじゃん、ってことは、まあ、最初は自分は頑張ってたけどだんだんバレてきたっていうけど、おしゃれって多分そんな簡単じゃないから、そんなになんだろうそんなに多分最初頑張ってたんだろうと思うけど、そこじゃなかったんだと思うんだよね、好かれてるところって、気が合うとか楽しいとか、で向こうも何の気なしにそれって、まあ、ちょっと子供っぽいなと思うけど向こうの言ってることもね、でまあ、ちょっとその仲良 いと思ってた彼氏と不協和音があったと一個で、それが自分のコンプレックスを刺激して一緒に歩いてる時に恥ずかしいとか思われるんだったら、じゃあ
もう別れるしかないし、一生誰とも恋愛しないみたいな。ここの各カーブがすごい急激じゃん。ヘアピンカーブにキュッとなってくじゃないですか。で、ってことはつまり、服のセンスがないとか、服に興味がないっていう自分に対して、ものすごいコンプレックスがあるってことだと思うんですよね。そうか。うん。向上心の種自体は今のところないけれども、やっぱりコンプレックスとしてはどっかで感じているってことですよね。そうそう。で、それに対してどう向き合う、向上心はないがコンプレックスに感じていることにどういうふうに自分が向き合うかっていうのは、早め早めにやっといた方がいいに越したことはないね。ただただあっちのブドウは酸っぱいみたいなことを言い続ける人になるから。確かに、うん、それは何かしら、せっかく20代まだいろいろトライできる時期にトライをしてみて、うんうん、まあ、その先、まあ、諦めるもよし、 そっちの方向に進んでいくもよし、そう、うん、経験をしてみるってことですね。で、人が言ってると客観性っていうものは自分が持ちたいと思ってるけどあるとは思わない方がいいと思うんですよ。うん。で、自分が着てて着心地がいいもの、楽しいもの、気分が上がるものっていうのと、人が似合うねそれって言われるものが全く一緒とは限らなくて、でもここは人が好むものを着といた方がいい場面だなとかさ、あるわけじゃないですか、いろいろTPO だったり清潔感だったりっていうところで、うん、でそういう時に何を着ればいいかっていうのが分かるようになるからいいんじゃないのかな、うん、あとこの方私似合わないなとかも分かるようになってくると思うし。確かにそうですね、うん、私はザラ着てる時ばっかりどこの服ですかって聞かれるんですよ。お、まあ、そうですね、あのザラ着てることが多いっていうのもあるけれども、でもそれにしてもみんなザラの時しか聞かないわけ、うん、ってことは多分型紙とかパターンとかそういうのが私似合ってんだろうなと。あ、じゃあザラで買っとくかとかになるわけじゃないですか、ええ、正直ね今日すごいかっこいいなと思ってますよ。あ、今日全身ユニクロですけど。あ、そう。でもこの格好褒められたの2人目、うん、白のタンクトップに黒のロンパスじゃなくて、なんて言うんだっけ、これサロペット、サロペット、うんうん、これね、かっこいい、いいねって言われたの、うん、2人目、うん、だからこれも暑いから着てるだけなんだけど、うん、あ、これいいんだと思ったら次じゃあこれに似たものにしようとかなるじゃん、はい、だから意外となんかそのおしゃれな人がそばにいたら私はもう逆に言う、なんか提案受けちゃうね。ああ、そうかそうか。そうそうそう。一旦だからね、買い物一緒に行ってみて、全部言う通りにしてみたら、いや、これはないなと思うかもしれないし、そうそうそう、あ、これはいいかもと思うところがあるかもしれないですしね。うんうん、そこでもう一個自分の訓練があって、それは何かっていうと、本当に嫌だなと思った時にちゃんとノーって言えるからなんですよ。ノーという練習ってものすごい大事なので、このシャツ似合うよって言われた時に、うん、まず一回着る、うん、そこまではやる、うん、着てみて全然ピンとこないとか、はい、これは好きじゃないとかっていうのを言えるか、はあ、これ言ったら嫌われるんじゃないかとか、うん、これ言ったらセンスないと思われるんじゃないかとかっていうのを気にせず、自分が好まないものに関してはノーって言うっていうのはすごく大事だと思うけどね。そうです。服ってさ、なんかその服に関するさ本とかも世の中にいっぱいあるけど、ファッションって多分すごい社会性と文化とこう両方混ざってるもんじゃないですか、あとなんかやっぱりセンスっていうものって結局社会性だったり文化の理解度だったりとか、うん、そういうこととも関わってくると思うんですよ、でそう考えていくとなんか別の角度でまた受け止められるかもしれないし、杉山さんだったらどうする、ダサいって言われたら。いやちょっとね、まあ、多分この方みたいにショック受けると思います、うんうん、特に20代だったら、うん、今言われたらどこどれどれどれって そう、ね、着るんだけど、そうで、なぜ着けるようになったと思う、なんででしょうね、まあ、自分がいろいろなものを多分似合うもの似合わないものを着てきて、いろいろ人から言われてきたっていうのも一点あるし、自分で買ってみてめちゃくちゃいいなと思ったけど結局着なかったりとかあるね、全然それなんか褒められないなみたいなのも、うんうん、そういう経験もあるって、やっぱいろいろ経験をしてきたからっていうのが大きいかもしれないです ね。あと服に関してはものすごくこだわりがあって、自分のパーソナリティや、うん、あとは生き方の指針っていうのとくっついてるっていうこともたくさんあると思うんだけど、それが固くなになった結果ではなくて、いろいろ試した結果の方が多分、自分が毎日を生きていく上の妨げにならないと思うんだよね。いろいろ試してみて私にはこれがいいっていうのが分かったっていう方が多分生きやすくなるんじゃないのかな、うん、
でもまあ傷つく気持ちはわかるよ。でそれはちゃんと言ってた方、うん、言っといた方がいいと思うよ。そうですね、一緒に買いに行くのは嬉しいし、試してみてって言われたものはなるべく試してみようと思うけど、うん、私はこれ言われて本当にもう別れるしかないかぐらいまで思ったし、その無頓着なことには自分で悩んでるし、うん、でなんだろう、服に興味がないことに対してのコンプレックスもなきにしもあらずなんで、一回やってみますけどダメージがあまりに大きかったらもうやらないと思いますっていうのも言っといてもいいと思うけどね。うん、うん、まあ、もしかしたらね、こう彼氏からの服がダサいっていうのは、今回は端的に言うとって書いてありますけど、結構何回もいろいろ手を変え品を変え何回か言われてる可能性もありますし ね、どういう言い方されたのかね、うん、ちょっとご本人がダメージ受けてる可能性もありますからね。うんね、なんか気持ちは分かりますよ。で変なスポーツシューズにスカートが好きなんだったらそれでいいんだよ。でも、うん、ただこれの相談に対してなんてひどいことを言うの、うん、あなたはあなたの好きな格好をするのが一番、自由に生きて、そんな男とは別れなさいとは言えないなっていうさ、うん、分かる、その今日の落としどころはそこじゃなくない、はい、っていうさ、はい、なんか相談事って全部そうだな、そうじゃないですか、うん、理想論と正論だけで言うと結局それを実行できない人がものすごく苦しくなってくるから、うん、今日の落としどころっていうところを見つけたいんだよね、うん、で考えて一回やってみてダメだったらなしなしなし、うん、ごめんダサいよ君の彼女どうする、うん、付き合い続けるどうするって聞いてみる。あと一生恋愛しないで生きていくのはなあはないですよ。自分だって誰かに対してそういう何かを、この人のここを直したいとか変えたいとか思うことがあるかもしれないからね。確かにそうですね、うん、本当はねそういうのはあんまり品のいいことではないんだけど、でも人の提案を聞くことで自分の新しい扉が開くっていうこともあるから、うん、自分をどう柔軟性を持って持っとくかっていうのは大事だね。そうですね、決して人格を否定されてるわけじゃないですからね。ないないない、うん、本当にそう、うん、あと杉ちゃんも私も多分今言われてそんなにムッとならないのは自分に自信がついたからだと思うんですけど、うん、それってやっぱりその年の子っていうところもあって、あと我々多分ね仕事的にも人にいろいろ言われる仕事なんですよ、うん、顔も知らない人にボロカス言われたりとかよう知らん人にまあ、逆に褒められることもあるけどお前私の何を知ってるんだみたいなこともあると慣れてくるのもあるんだろうけどね、うん、なんだろうね、なんかこう20この相談者さんが私だとしたら、うん、そこまで固くなんなんなんで一回やってみるっていうのを手だよっていう風に言ってあげたいなと今回は思いました。時刻は12時39分 TBS ラジオ生活を踊る、私ジェンスと TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。さてここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいよです。今日のゲストはファッションプロデューサーの MB さんです。よろしくお願いします。さあ MB さん、はい、夏本番でございますよ。はい、そうですね、本番ですね。いやもじゃもじゃ肌はもじゃもじゃ髪の毛は増えたっていうこと、増えたことはね、髪の毛はもじゃもじゃ、肌はピカピカ、うん、涼しそうな顔してらっしゃるじゃないですか。そんな汗かかなそうですよね、うん、MB さんね汗かくの大嫌いなんですよ。あ、そうなんだ。大嫌い。あ、でも今日からですね、今日からなのがすごい恥ずかしいんだけど、毎朝走るようにしようと思って、あらあら、今日も5時に起きてランニングして、はい、それで筋トレもやってきてっていう、あら、これを絶対毎日続けようと、もう公式の場で宣言して人のとこで言うとね、そう逃げられないんで、うん、ちゃんとしようと思って今日からスタートしました。すごい、すごいですね。でもそんな時におしゃれなんてできるんですか？そうなんですよ、そこなんですよ、うん、今日はその辺の夏のおしゃれ問題っていうか夏のドロドロ問題ですかね。そうですね、を解決していこうと思っております。お待ちしてました。それでは MB さん、夏のファッション小物お願いします。では一つ目のテーマです。髪の毛のファッション小物、ドライシャンプーと GU のキャップ。ほう、一発目から芯を食った企画ありがとうございますそうなのよ、汗と日光と頭の
臭みとも全部嫌なのよ。まあ、結局そこなんですよ。その頭がやっぱり蒸れて、うん、もう汗だくになって、もうどうしようもなくなる。はい、特にさっきの話もそうなんだけど、はい、僕トレーニングとかすると、うん、もうぐっちゃぐちゃになるじゃないですか。でもシャワー浴びる時間がなかったりとか、そういう時に使えるのがドライシャンプーなんですね。でこれドライシャンプーってこの、はい、つまり洗いドライなんで洗い流さないシャンプーで、うんうん、スプレータイプとこのなんて言えばいいんだこれシートタイプか、ウェットシートタイプ、ウェットシートタイプがあるんですけれど、これあの水を使わないシャンプーなんで、はい、あのヘアスプレー感覚でシューッとやって爽快になって汚れもちゃんと取れるんですよ。取れ、どこに行くの汚れは。どこに行く飛んじゃうの飛んじゃうっていうかまあ汚れをどっか行くわけではないんですけど爽快感はあるってことで、きれいにするってことですね、うん、はいはい、はい、でこれはあくまで、うん、そのシャワーと違ってですね、はい、まあ、簡易的なものではあるので完全に汚れを落とせるかと言われるとそうじゃないんですけど、はい、でもこのシートの方は襟足とか首筋拭いて、うん、頭頂部拭いてシートを持ったまま手ぐしで通すとドライシャンプーとして汚れというか落ちるんだ。これ何がきっかけで流行ったかっていうと、うん、これ震災の時に流行ったんですよ。はいはいはい、そう髪の毛ね洗えないからね、そう髪の毛洗えない、うん、水がね届いてないとかの時に、うんうん、どうにかしてその頭の気持ち悪さを直すっていうことで、はい、これカオさんなんですけど、カオさんのドライシャンプーがすごくこう人気になってっていうのがきっかけで、まあ、今割とこうトレーニングの後だったりとか、まあ、営業周り、あやっていいですよやっていいです、どうぞどうぞ、営業周りやられてる方とかに、好評だそうで、そうそう、そんな感じ、白いパチパチパチスプレー、あそう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 、でそれだけで結構汚れが取れて、でなおかつぐっちゃぐちゃまではヘアスタイルが崩れないんですよ。まあ、もちろんガーってやっちゃえばある程度は崩れますけど、はい、部分的にこう涼しくしたいとかっていうんだったら全然これだけで大丈夫だし、汗の匂いとかもなくなるので、それすっごい気になるよね。これ実は結構いい商品なんじゃないかなと僕今年になって初めて僕は知ったんですけど、メリットメリット、そうですね、花王さんのメリットっていうブランドでやられてますね。パチパチクールって書いてあるよ。うん、個人的にはシートタイプよりも僕はスプレータイプの方が好きなんですけど、ちょっと次じゃやってよ、やってみていいですか、はい、ドライシャンプーってやったことないですよ、まあ、あのもしやったら髪崩れたくないならあんまり目立たないところにやってやると、まあ、今ワックスで大丈夫ですか、はい、あ全然大丈夫です、まあ、やってみましょう。ちょっとこれ大丈夫ですか、これ大丈夫、あ冷たい、気持ちいい、そうヒヤッとする、そう、あ頭はすっきりしますね。すっきりします、ね、で汗の匂いはもうほとんどなくなるので、うんうん、そうなのでこの辺はね夏のシーズンはすごく使えるんじゃないのかなというふうに思っております。うん、まあ確かにこうやって自分の汗をそして匂いをみたいなのが気になる人はそうですね、まず頭からっていうのがいいかもしれないですね、うん、いいと思います、清潔感ね、はい、持ちましょう。そしてもう一つおすすめなのがさっき GU のキャップっておっしゃってましたよね。そうですね、まあなんだかんだ暑いんでとにかく日を避けたいと、はい、それで帽子をかぶる、まあ、紫外線もねあの肌に大敵ですし老化の原因なので、なんとかその顔とか頭とかにこう日の光を浴びせないというところで一番効果的なのが当然帽子になってくるんですけど、まあ、帽子ってでまあ、どこでも売ってるじゃないですか、ユニクロでも GU でも無印でもどこでも売ってると思うんですけれども、はい、なんだかんだ結構かぶっちゃうなって思うんですよ、あの人とね、そう、うんうん、特にその量販店っていっぱい売ってる帽子だと、うん、なんか帽子がかぶるって一番なんか気まずくないですか。確かに服よりそうですね。そうなんですよ、 T シャツかぶるとかポロシャツかぶるだったら、うん、まあ、よく見ないと分かんないけど、帽子だとああみたいな、ああそうこの状態になるのがすごく嫌で、うん、だユニクロの帽子とかすごいいいんですけど、なんか被りがちょっと気になっちゃって、うんうん、なんかそれがなんか不満なんですけど、はい、GU が出してるこの帽子1490円、ツイルロゴキャップなんですけれど、はい、これね色展開が豊富なのと毎シーズン毎シーズン柄とかいろいろ変わってくれるんですよ、うんうん、だから固定したイメージがないんで、うん、GU ってバレにくいんですよね。これしかもちょっとおしゃれな感じですよね。そうなんですよ、そうなんです、刺繍、うん、ちょっとスギちゃん被ってみて。いいですか、ちょっともちろんです、もちろんです、はい、今黒真っ黒真っ黒、はい、あーいいですね、かわいい、かわいい、すごい似合うよ。これがあのツイルの素材で厚めになってるので、もう本当にこう高級感のあるキャップになってて、1000円とはとても1490円とはとても思えないし、うん、1490円、あらいいですね、安いんですよ、うん、であの色別なんですけれども一部なんかツートーンのものがあったりだとか、うん、結構いろんな種類があってですね、あんまり被りが気にならないんじゃないかなと。いいですね、似合うよね。エクスプロワー&アダプアダプトって書いてあるのかな、うん、まあまあそういうのはね別に、いやめっちゃ気になる、だって同じ英語が書いてあるんだもん。ちょっと今度この色かぶってみて。わかりました、ベージュでツバがネイビー、そうですね、はい、
あ、似合う似合う。これがかっこいい。あ、これがいい。ゴルフめっちゃ上手い人みたいな。はい、あ、本当だ。ゴルファーっぽい感じ。ゴルファーっぽい。ゴルファーっぽい。あ、こういう、ね、いい感じ。よく似合ってます。うん、そうなのよ。そうそうそう、帽子って本当かぶんないとやばいじゃないですか。そうなんですよ。やばいし。熱中症とかも。はい、で、かぶってもらえると、ほら、熱中症も、まあ、ある程度防げるだろうし、そうそう、まあ、紫外線も防げて、まあ、ついでに小顔効果もあるので、うん、なんかすごくいいアイテムなんじゃないかなとは思います。うん、はい。じゃあ、まず、頭の、ドライシャンプーでやって、帽子でもちゃんとカバーして、うん、さあ、3つ目は何でしょうか。はい、この夏必須のファッション小物。では、MB さん3つ目、2つ目のテーマです。お願いします。日焼け止めの代わりに、今年は BB クリームを。お、男性も BB クリームの時代になりましたか。そうなんですよ。もう女性は今更何言ってんのって思うかもしれないんですけど、もうこれ聞いてる男性諸君はなんだそれと。そうですね、目を丸くしているに違いない。 BB 弾じゃないよ、 BB クリームだよ。 BB 弾じゃないですよ、うん、BB クリームですね。まあ肌のトーンアップができたりとか肌荒れを隠したりするものなんですけれども、まあ男性の場合って意外と肌気になる、まあ僕が見ててちょっと気になるなって人結構いるんですけど、一番多いのがヒゲのこう反り跡とか、はい、そのちょっとポツポツっとこう青ヒゲが出てしまっていたりだとか、うん、まああと深酒したのか分かんないけどちょっとクマが出てるとか、はい、まあなんか肌が荒れてるとか、割とこう女性と違ってこうなんていうかカバーをしないんで、そのままこうコンディションが肌に出ちゃうんですよね、うんうん、それを均一に整えてくれるのが、まあ、BB クリームだと思います。最近トーンアップってなんだか分かんないと思うんですけど、肌っていろんなとこでデコボコ色が まだらなんですよ、うん、でそれを均一にしてくれるというので、最近ドラッグストアレベルのとこでも男性用の全然多いですね、色につくの増えてきたね、うん、あ、そうですか、うん、すっごい増えてきた。これはまあ本当塗るか塗らないかで結構こう肌の雰囲気違ってくるんで、うん、全然なんかこうめんどくさいはめんどくさいんですけど、一回やってもらうとすごくよくわかるんじゃないかなと思います。なんかがっつりファンデーションみたいには見えないんですよね。そう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 、うん、結局メンズのコスメとかってそこまでやっちゃうと若干こう抵抗感強いんで、うん、ナチュラルなものが求められるんですけど、うんうん、BB ぐらいだったらもう塗ってることすら全くわからないで肌のトーンがまあ整えられるの でなおかつこれ紫外線防止効果もあるから、まあ、日焼け止め塗る代わりに BB クリーム塗ってるっていう方もすごく多いと思います、うんうん、でまあ日焼けって結局その紫外線って老化の原因になってしまうので、どこかでやっぱ止めてあげた方が長く自分の肌綺麗に保てるはずなので、まあ塗るのを癖にしてあげた方がいいんじゃないのかなと思いますし、はい、まあって言っても高いんでしょうと思うかもしれないけど、まあ正直メンズの BB クリームでも1000円2000円で全然買えるのたくさんありますし、うんうん、ごめんなさいこれ手近なもので申し訳なかったんですが、僕のブランドなんですけど、はい、これも2750円、ミスターっていうブランドですね、はい、ミスターですね。ちょっとつけてみてよ、ぜひぜひ。いいんですか。もちろんです。ちょっとじゃあヒゲとかにつけた方がいいんですかね。ヒゲでもいいですし、いやてか全体にこう全体にちょっとね、部分的にこう思いっきりつけちゃうと片側だけよ、うん、こちらね、でちょっとそれを下にこう伸ばしてってね、そうそうそう、肌のトーンがね、どうでしょう。あ、いい、綺麗なんじゃないですか、うん、肌のトーンが。ね、正直少し変わるぐらいなんですよ、うん、だからほとんどわからないとは思うんですけど、うん、意外と、うん、そう本人的には多分ちょっとわかるんじゃないかなと。確かにちょっとトーンが上がった感じはします、ね、うん、そう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 、上がった感じしますよね。劇的に何かこうねシミが隠れるというとこまではいかないですけど、うん、それが自然でいいですよね。そうそう、印象は少し多分変わるんじゃないかなとは思いますね、うん、まあ確かにすごい紫外線って一番ね、確かに肌にダメージは与えるの。そうなんですよ、うん、でも男性無頓着で何もしないじゃないですか、うんうん、だからなるべくやってあげた方が、まあ、さっきも回ってない時に話しましたけど、10年後の肌が変わってくるんじゃないかなと思ってますよね、うん、まあ、それはそうですね、うん、なんか肌ってすごく難しいのがすぐ結果出ないんですよね、うん、もうやっててもう明日結果が出るとかだったらみんな当然やるんだけど、でも紫外線の防止とか特にそうだけど、1年後とか2年後とかに響いてくるものなんで、まあなんか長いスパンをかけて、ちょっと先のことまで考えて、1日1分ぐらいで済むと思うんで、1分ぐらいを犠牲にして、長くこう、自分の体を大事にしてもらうっていうのは、まあ、考え方としてはありなんじゃないかなとは思いますね。どさくさに紛れて私も塗らせて。あ、なんか肌のトーンが上がってる。おー、いいですね、うん、いいですね。全体塗りました？はい。うん、ねえ。なんかいいですね。あれ今日すっぴんでした？はい。日焼け止めは塗ってた。日焼け止めは塗ってた。そうですよね。でも確かにちょっとその辺整えるっていうのもね。あ、でも確かに過ぎちゃ違うわ。ここだけ、うん、左の方だけ。右と左ほら。
ほんですよね。ついちゃって、乾パンみたいなシミが出始めてきてんだよね、はい、この方のところに。それが、うん、塗った方の方が自然に目立たない。薄いかも、うん。何見たいって言いました？何見たい？自然に目立たない。あ、目立たない。MV さんは、普段、日焼け止め、もしくは、この BB クリームみたいなものは？はい、まさに僕、今これ塗ってます、ね。塗ってる。はい。多分、ほとんど分かんないと思うんですよね。そうです。塗ってるかどうか、分からない。分かんないですよね。うん。僕スギちゃん獲物を狙うライオンじゃないですか。低い姿勢から見なくて、あとでオンラインストアでこのミスター買おうかと思って。ぜひぜひお願いします。まあ確かに日焼けはね、肌に人によるけど、うん、あんまりか健康になるっていうこととはまたちょっと違うんでね。うん、そうですね。うん、まあ今日ファッションの話ちょっとしかなかったですけれども、僕は僕的には肌の話もファッションの話じゃないかなとちょっと思ってるので。うんうん、確かに頭すっきりして帽子かぶって肌ちょっとつめるっていうのは中高年の男女ともに、うん、そうすごい夏は必要。うん、そう、だって夏っておしゃれやることないから。このぐらい。ちょっとプロデューサー。防御してね、しっかりしてから。そうそうそう、肌ぐらい整えましょう。はい。何か MB さんお知らせありますか？あんまりないんだよな。YouTube、YouTube。MB さんの YouTube。あんまりないんだよな。まあ、YouTube やってて、はい、来週 AGA 総集編みたいなのやるんで、YouTube で。ぜひ、今までやった僕の施術をすべて話すっていうのをやりますんで、はい、ぜひ見てみてください。はい、見てください。というわけでここまでファッションプロデューサー MB さんでした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。N93 金の国の卵丼を担当している金の国の桃沢健介と渡部おにぎりです。おにぎり、小さい頃嫌いだった野菜っていまだに食べてあげてるっていう感覚あるよね。いや、まあ分からなくもないけど、20秒の番宣で言うことじゃないだろ。金の国の卵丼は毎週金曜19時から配信です。